あの、アマゾンの質、今が卒業ライブです。あの、夏合宿のは卒業ライブではありません。1年生からよくあの、ギターオケって夏合宿で卒業するんですかみたいな質問来たんですけど、そんなことはありません。僕がただ単純に泣いちゃっただけです。こうやって皆さん盛り上がってくれてすごい嬉しく思います。みんな楽しんでるか？あれ、なんか聞こえないな。あれ、今、あれかったのかな。もう一回行ってみようかな。みんな楽しんでるか？じゃあどんどん卒業曲やっていきたいと思います。
めっちゃ恥ずかしい。自分の髪なのかは知らないですけど。いい。
シーン。俺もこれちなみに冬合宿の時は考えたらずっと冬合宿めっちゃめっちゃいいこと言うと思ってめっちゃいいこと言ってまあ、ぜひ一つでも、まあ、先輩たちの、ね、ライブ、まあ、僕たちじゃなくてもいいのでぜひ印象に残っていただいて頭の片隅でも残しておけてもらったらいいなと思います。さあそんな感じで、まあ、次は最後の曲になるんですけど、まあ、サポートメンバー呼びたいと思います。ちーちゃん、サポートメンバーの坂井です、はい、さっき4曲聴かせてもらったんですけどすごいちょっとこちらでお客様、はい、4曲目のできこないの時できこないすごい諦めないでどんな時もっていう歌詞のところすごいグッときてそれ別に記事が答えたありがとうございます。3番の3番の歌すごいなって俺は すごい感情がこぼけてよかった。あーよかった。皆さんキラキラしてて本当に良かったです。なんか私が言っていいのか分かんないけど、まあそんなちーちゃんを入れて、まあ、最後の1曲やっていきたいと思います。皆さんぜひ楽しんでいってください。はい。